能登七尾城です。名城紀行、ちょっと石垣の方をね、ちょっと中心に見てみましょうか。もうね、分割すると長いんで、ちょっと石垣だけでも一つの、ページになってしまうんじゃないかということでですね、この辺の、ちょうど丸のところなんですけどね、これも修復してこういう形になってるんですが、まあ、非常に見やすいというか分かりやすい積み方になってますよね。当然建物もあったとは思いますけど、門があったんでしょうね。で、ここがですね、やっぱり長年見てますけど、まあ最初の頃はですね、もっと真っ白っぽくて、なんか白っぽい、なんかただ石が積んだらなって、まあ修復もかなりしてたんで、ちょっと今逆光になっちゃうんでね、ここね、来た方はね、いつも見てると思うんですけど、素晴らしいですよね。このぐらいの角度がいいかもしれないですね。どうですかね。逆光にならなければね。ここもね、できれば保存的にはここを歩かないで、こちら側とかに道つけてですね、できればこの状態を、外から見学すると、歩いてしまうんではなくて、そのがいいんじゃないかなって思いますよね。どうしてもね、保存ができないと傷ついてしまいますからね。上の一部分だけちょっと今回ね、撮影しますんで。まあ、このビデオはですね、現場に行く方がですね、事前に参考になればいいなという感じで、ちょっとリアルな感じの動画を作成したいと思っています。まあ、公式チャンネルをご覧いただければね、いいと思いますけど、他のことは、まあ、私の独断でやってますんでね、ここからもね、本丸の方が見えますね。もういい景色ですね。画像はね、見にくいって言われちゃいますから、ゆっくり撮りますかね。まあね、石垣ファンならぜひというところで、まあ石垣だけじゃなくてもね、この曲がり具合もね、最高ですよね。こういう感じでね、こう、これもだいぶ直してね、このような形で、戦国時代から直してないってことはないですから。まあでも、30年前から見てますけど、だいぶね、この苔の生えてる雰囲気とかが、もう元からこうだったんだっていう感じにちょっと見えますよね、古い感じになってると。やっぱ土砂がね、出てしまうと、雨量にもよるんでしょうけど、ちょっと直すのとこういうのは大変ですよね。で、ここから見るとね、写真もね、撮ってありますんでね、上の3段ですね、4段ぐらいありますね。ここもね、角度がついてるんで、うまく撮るとかっこよく収まりますね。上の2段はこう薄いというか細長い感じになってますんでね、少し高い位置から見るとこういう感じ。ちょっと反り上がってね、水平ではないですよね。ここが一番上の段ですね。で、そこに登山道がありますね。この細い部分もね、写真撮りましたけどね、ここは別に撮れますんで、石垣の、上から撮るとどうですかね。こういう感じで、いろんなね、山城行かれてる方はね、これ見るとね、いいと思いますよ。で、ここから本丸に向かうという形になりますね。はい、七尾城の石垣の部分です。